はい、どうも、都市ボーイズの部屋です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、今回ご紹介いたしますのは、はい、映画ビリーバーズ。もうね、7月ぐらいから、多分頭ぐらいから公開してる映画なんで、タイミング的には正直微妙、はいはい、もうちょいしたら終わっちゃう可能性もあるんですけれども、まあ、それを知ってでもちょっとねご紹介したいなという映画でございまして、うんうん、はい、山本直樹さんっていう、まあ、漫画家の方が書いている、うんうん、まあ、原作がビリーバーズという、はい、やつを、まあ、映画化したものなんですけれども、こちらがですね、まあ、ちょっとタイミング的にも、宗教系の漫画であり、まあ、映画であるんですね。今の時期とこう まさに重なるかなっていうような公開時期とね、うんうん、ような話で。で、まあ、すごい簡単にじゃあまずあらすじの方を、はい、紹介いたしますけれども、ニコニコ人生センターというですね、うん、まあ、新興宗教みたいなのがありまして、うん、で、そこに所属している3人が、まあ、映画の主人公となっていまして、はい、その3人っていうのが、孤島プログラムというですね、無人島に、まあ、その宗教のプログラムの一環で行くんですね、はい、でその3人っていうのが、オペレーターという名前の、磯村隼人さん、うん、で、議長という、宇野昌平さん、うん、で、副議長が北村結衣さんという、うん、まあ、3人なんですね、はい、男2人に女性1人という、うん、無人島生活という感じなんですよ、はい。もうこの時点であんまりいい予感は正直しないんですけれども、うん、映画のストーリーとしては最初ですね、その3人がその無人島の中で外界とこう謝絶した中で、はい、自分たちのその生活をしていくという感じなんですよ、うん、なんで携帯とかそういうのもないし、その本当に、うん、まあ、世の中の情報が入らないようにしていて隔離されているという状態、うん、でそこで、まあ、自給自足に近い生活をしていくんですね。で何をしているのかっていうことなんですけども、その、まあ、島の中でやることっていうのが、うん、まあ、夢とかをプログラムの中で書き写していくんですよ、うん、でそのみんなが見ている夢なんかをこうお互い、話し合って、うん、でこんな夢を見ましたみたいなの でその夢がその、まあ、宗教の団体の中で大事なものらしくて、うん、でそれを、まあ、どんどん話し合っていって、そのプログラムが最終的にはその、完結を迎えればいいっていうような、まあ、話なんですけども、はい、まあやってることとしては正直、まあ、ほとんど何もやってないんですよ、うん、まあ、その無人島の中にいて朝起きて、まあ、ちょっと運動みたいなのをして、でその、瞑想っぽい感じかな、うんうん、なんかね、足と足をこうくっつけて、うん、座ってでそこでなんかお互い瞑想をするみたいな感じなんですよね、うん、じゃあほぼ片岡鶴太郎ってことまあまあヨガ、まあ、生活はそう、やっぱみんなね、ちょっとずつおかしくなってくるんですよ、うん、っていうのもやっぱ同じルーティンをずっと繰り返し続けているっていう中で、夢を見たんだけどそれをちゃんと伝えないと罰があるとか、へー、要はそのちょっと恥ずかしい夢とかあるじゃないですか、うん、例えばちょっとエロい夢を見たとか、はいはい、でもそのことをちょっと隠していたっていうのが他の人からこうバラされると、その人はペナルティーがあったりとかするんですよ。でそれでその穴蔵の中でちょっとずっと生活しなきゃいけないとか、うん、はい、まあ、それなりになんかルールはあるんですよね。でそのルールがある中で、まあ、3人でうまいことやっていくんですよ。で最初の方はうまいことやっていってたんですけども、うん、ある時に、まあ、その島にたまたま流れ着いちゃったというか、ヤンキーたちが降りてくるんですよ。あら、でそのヤンキーたちが、まあ、来てですね、うん、そこにいる、まあ、生活者3人を、まあ、ちょっと罵倒したりとか、うんうん、あとはちょっと刺激を与えてしまったりとかすることによって、その生活がちょっと崩れていくというような感じのあらすじなんですね。刺激っていうのがいいですね。言い方がいいですね。そう。うん。いろいろ想像させる。この映画、すごいね、僕は面白いと思ったんですけど、はい、まず最初に、注意してほしいこと、うん、家族では絶対に行かないでください。あー、やっぱり刺激じゃん。はい、おー、カップルとかも変な空気になる可能性が高いやつですね。うん、なんでか、もう単刀直に言うと、めちゃくちゃエロいんですよ。なんかちょっと、東京島っぽい、うん、そうそうそう。そうね。実際にあった、まあ、ね、話ですけど、うん、はい、まあ、それに近い、うん。やっぱり男2人と女1人の状態で、うん、
まあ、いたらどうなるかっていうことなんですよ。はい、で、その新興宗教内では、そういうエロいこととか、うん、まあ、そういう性にまつわるようなことっていうのは、まあ、どちらかというと禁欲的な方向でやっているんですね。はい、つまり、だから、ずっと溜まりに溜まってるんですよ。うん、その島の中でエロが、うんうん、で、それがじわじわとこう崩れていくというか、人間やっぱり欲っていうものに対して弱いんだなっていうのがまあ分かってくるんですね、うんうん、で、その、壊れて生き方っていうのがまたすごい面白くて、三者、まあ、三者三様の、まあ、演技なんですね、うん、っていうのも、磯村勇斗さんと、宇野昌平さんが男側なんですけども、うん、この二人が、全く別のアプローチでそのね、映画にリアリティを与えていて、うんうん、磯村さんは、顔とかがねどんどんげっそり痩せていく、うんうん、まあ、要はストレスとかあと罰を受けていることによって、うん、精神的に追い詰められていくっていう役をやったんですよ、はい、でこれがまた素晴らしくてリアリティを持たせるんですね。でさらにその宇野昌平さんはどんどん自分の欲望がその狂気になっていく感じ、うんうん、その新興宗教内の経典とかを自分の欲にちょっと都合よくしていくっていうような感じが徐々に見えてくる、狂気の感じが見えてくるんですよ。ルールを自分の欲に合わせて作っていくんだ。そうそう、でどんどん変えていって、これはでも本当に信仰していてこうなっているのか自分の欲を言ってるのかよくわからないみたいな、はいはい、うん、すごいね狂気をうまく表していて、うん、で今回何より注目なのがこの副議長をやっていた北村由衣さんっていう女優さん、うんうん、僕この方全然知らなかったんですけど、うん、まあ体当たり演技なんですよ、うん、でいわゆるその濡れ場みたいなのが多分、はい、フューチャーされるんですけど、この人ね本当にすごいね、その直接的なエロさじゃなくてエロい顔するんですよ。これが、まあ、まさにやっぱり、うん、この、結構ぶっ飛んだ設定ではあるから、うん、これにリアリティを持たせるってやっぱ演技超大事なんですよ、うんうん、しかも3人しかほぼ出てこないんで、そうね、その中でこのもうこう一点、田村さん素晴らしかったですね、うん、多分この、うんうん、なん作品後多分いろんな仕事来るんだろうなって思うレベルでちょっとね、はいはい、素晴らしかったです。で、まあ、もちろんボディもめちゃくちゃ出てるんで、うん、それもまあ必見なんですけども、必見なんボディ、めちゃくちゃ必見なんですけど、まあ、やっぱり本当にエロいことがちゃんと意味があるんだよ、うんうん、このエロくなきゃいけなかったんですよね、うん、だからちゃんとエロく撮ってて、この監督絶対もともとエロいの撮ってただろうなって思って調べてみたんですよ、はいはい、監督がジョージョ秀夫さんっていう人、知らないなっていう方で、やっぱ調べたらピンク映画めっちゃ撮ってんすよ。おお。その監督を起用したっていうことがまず素晴らしいですね、うん、まあだからそこがメインやっていうことが分かってるからその人を起用したんだもんね、うん、これだからエロく撮れなかったら多分成立しないというか、うんうんうん、あんまチープになっちゃうんですよ。そうか。なんだけどこのエロく撮れるっていう監督の手腕がめっちゃ生きる作品だなということで、うんうん、ただこのエロすぎるがゆえに人に勧めづらいという、うん、なんていうかな、このジレンマみたいなのがあって、うん、で来てる人は男性一人が多かった印象なんですけど、うん、ただ内容はねすごいやっぱり面白くて、うん、カルトの教団が、まあ、いかにしてこう、うん、ちょっとイカれた集団になっていくかっていう過程をね結構リアルに描いていて、でこれ多分実際にある事件とかもちょっとねインスパイアかなり受けてるんですよ、内容からして、はい、なんでそのね過程とかも多分かなりリアルに作ってんじゃないかなっていうぐらい、うん、まあ映画として完成されていた、うん、なんでぜひね劇場で見てほしいなんですよね、うん、っていうのも絶対これ地上波で流れることないんで、はいはいはい、それぐらい攻めてます。漫画が結構原作がかなりエロいんですよなんですけどそれをここまでやりきったら、うん、ちゃんと原作を生かしたことになるっていうか、うん、でその証拠にというか、その原作者がある役で登場するっていうのも、うん、あるんですよね。あ、原作者も出るんだ。そう、だから、まあ、この映画多分すごいちゃんとしてるなって認められたんじゃないかなっていう感じもあって、ほんと18歳の映画レビュー聞いてるみたい。ずっとエロいエロいエッチで体がボディがよくってってもうね、うん、でも本当そう、久しぶりにエロって思った、うん、
映画見てないよね感想がエロって思ったの。アルマゲドンぐらい俺は思った、うん、アルマゲドンは動物クッキー、動物クッキーでお腹をはわすあのシーンぐらい、はいはい、でもねもう単純にこの3人の役者さんがもう素晴らしかったです。で、原作もやっぱり面白いし、まあ見て損はないかなと思うんですが、はい、行く方と行くシチュエーションはちょっと気をつけていただきたいなという感じでございますので、映画ビリーバーね、でビリーバーでこれがちなみにその宗教のニコニコ生活センターだっけな、うん、の、何になるんですかこれは。ニコニコ人生センター、人生センターの T シャツ、あみんなこれ着てるんだ、教団の人たちはみんなこれを着ているということなんでね、まあちょっと可愛いですけれども、でもどんどん気持ち悪くなっていく、なんか今後ほんまに起きそうやなこんなんね。そうそう、それも思った、ちょっと怖い。孤島とはいかんけれどもなんか家みたいなんで一人で3人で暮らすみたいな、うん、なんかありそうやなこういうの。そうよ、で自分がどの立ち位置にいたら、うん、どうなるかっていうのもちょっと想像するとね、リアルに怖いんですよ。うん、俺は北村さんかなじゃあ。なんで？いや、やっぱ顔がエッチやから俺は。エロの方に。そう、エッチやから。うん、肉欲に走る感じ、うん。むちゃくちゃムラムラさせんねん、みんなを。僕の中で一個ね、すごい、うん、ワンシーンすっごい覚えてるのがあって、うん、ね、宇野昌平さんっていう、うん、まあ、議長が、ある、棒に縛られるっていうシーンがあるんですけど、うん、なんで、そ、まあその過程はまだしも、はいはい、まあまあね、それね、すっごい俺久々にね、エロいシーンで爆笑したから。ああ、これはねすごい面白かったんでね、ちょっとそういうね、ちょっとユーモアとかね、そういうのもあるんで、うん、ぜひ見ていただきたいと思います、はい、テアトル新宿とかね、その辺でやってますね、うん、しばらくやってるのかなと思うんで、はい、ぜひ、やってるうちに行ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、我々、サブチャンネルやっておりますとしみなティチャンネル、ぜひそちらも登録お願いします。お願いします。さらに、会員制のニコニコチャンネル、都市部の秘密クラブというのもやっております。こちらぜひ登録お願いします。お願いします。1億人突破を目指してやっております。1億人突破、しましたら我々もね、言ったら教団持ってるわけじゃないですか。あ、はいはい、秘密クラブっていうのが、そうそう、この登録者23万人とかもうそやからね。そうそうそう、うん、もう信者やから、言ったらもう信者ですから。だから僕らやろうと思えばいつでもできる、うん、そう、飛べって言ったら飛ぶもんね。そう、君たち。なんで近いうちにね、はい、オーディションしようと。ああ、いいじゃないですか。で、そのオーディションで、面接しましょう、うん、勝ち残った女性が、女性、僕らと一緒に女性だけ人島に住むというね、女性だけ、ことになりますんで。あ、僕結構です。ぜひ、怖、じゃあ2人でいいです。ああ、いいじゃないですか、はい、ぜひですね、応募いただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。